旧日本軍が建設をした対面鉄道改め大国鉄南無徳線、そこを走る臨時の14系、24系、12系などの旧国鉄型車両で蘇生された臨時列車に乗って今目的の駅まで到着しました。なおこの駅はスイッチバック式の留置線がありまして、今止まっていたこのホームから先少し奥の方まで行った後戻ってきたところです。ホームの上にはこんな野良犬くんがおります。餌を狙っていたらちょうど功を奏しまして、私たちの仲間の一人から餌をもらうことができました。結構好き嫌いがあるのか、もやしのようなね、なんかこんなやつは食べませんでした。さてここで説明がなされていますが、じゃあみんなしてこれからタクシーを貸し切りましょう。そして貸し切ったそのタクシーに乗って、今ここまで乗ってきたあの列車を途中の景色のいいところで写真を撮影することにしましょう。そういった写真撮影の計画の参加者が今ここに集まりました。行き帰り同じ区間で乗るのであれば、じゃあタイの山の奥を走る14系24系などの客車を撮影した方が行きも帰りも楽しめて、いろいろ変化があって面白いのではないかということです。ただし間に合うかどうかは実はわからないのだそうです。なかなか本当にスリリングな旅行です。これがタクシーです。正確には多分タクシーではなく、なんか別の名前がついていたかと思います。私はこの名前を忘れてしまいましたが、このようになんかアメリカとかで走っていそうな2台式のこの車、そこにこのように囲いをつけて簡単な座れる座席が用意されています。じゃあ取らして動いてる時、動いてる時、なんとまだちょっとなんかこの方はですね、ここに立ってこれで座れるんだそうです。こんな感じ、なかなか広くはありませんが、しかしみんなが一応それなりに座れるような環境で、これからこの車に乗って普通に2台の旅をするということになります。なかなかなんというかね、こうアットホームというか、みんなの距離が近くて一体感がある面白い乗車になりました。まだこれは街中ですからそれほど怖いことはないのですが、こんな感じでもう全く日本の道路交通法とは違います。当然シートベルトなんていうものはありません、一方で前側 の通常の車の椅子のところはね、あのシートベルトもついていて普通の車ですから、そっちはベルトを締めようと思えば締めることができるはずです。それを締めてるかどうかというのは別の問題ですけど、こんな感じでね、前側のところは普通にお客さんが乗って冷房もついているんですが、後ろは当然非冷房、風が吹き込んできます。みんな膝を突き合わせるという感じ。私たちはまだいいのですが、怖いのはこの方ですよね。後ろのこんなところ、後ろに簡単に寄っかかるような柵みたいなものがありますが、どれほど頼れるのかは分かりません。そしてこのような主要な道に今出てきまして、相当の80キロ100キロぐらいのスピードが出ているところだと思われますが、落ちたら当然死んでしまうか後ろの車に轢かれるわけですけれど、そういったところでも平然としています。私にはちょっと怖いけれど、しかし怖くてもなんかやってみたくなるような不思議な魅力があります。随分余裕がある感じです。すごいな、今画面で見ていても笑ってしまいますが、後ろにこういう風に一応つっかい棒があるから、まあなんとかなるといえばなるわけですが、しかしすごいものです。東南アジアというものは自己責任というのがはるかに日本よりも度合いが高いように思います。さて着きました。ここが南無徳線の本当の終点、南無徳最奥なんとかと書いてあります。ちょっと私には読めませんが、最奥の井駅でいいのかな、ここが終点の駅です。見ると終点の駅はこのように車止めの上に、これ車止めがあるんですけれど、それがお店で埋まってしまっています。なかなか面白いところです。またあの臨時列車に乗っていた別の集団の方が、あの駅から先ちょっとフリータイムになっていたんですが、こんな感じでみんなで美味しそうなお食事を食べていたので、私も思わず写真に撮らせていただきました。この駅は滝があります。タイの人は滝が大好きなのだそうです。そしてみんなとりあえず街に来たら、うちには立派な滝があるから見に行きなさい、行ってみると意外と大したことないということが多いのだそうですが、この滝は確かに立派でした。相当大勢の人たちが遊びに来ていて、ここで水浴びをしています。楽しそうな日曜日の光景です。今日は日曜だったか土曜日だったかな、どちらでもいいことです。気温は34度ほどで、水をしっかり取らなければおそらくは熱中症になるということは間違いありません。本日の日付は11月の24日だったかな、確か24日だ。車内はこんな感じ。私もまた真ん中のあたりに座っていますが、結構真下のところから直上にやってくる、振動があります。ちょっと今音を絞っているんですね。そうでないと雑音だらけになってしまうからあれなんですが、みんなして声を張り上げ気味に会話をする、楽しいことです。すごいですよねこれ。これで今どこへ向かっているのかと言いますと、さっきちょっと時間が余っていたから観光したのですが、その後折り返し、あの南無徳線の列車をまた上り方面まで進んでいく、あの列車に先行して、途中ホテルとかそういったものが敷地のところで、川が綺麗に見えるところがあるので、そこで食事をさせていただきながら通過をする列車を撮影しようというわけです。さて
ちょうど今踏切のところへやってきました。みんながこうやって何かが来るぞと言って目を見張っていたところ、これはあれですね、普通列車だと思いますが、通常の旧型客車が連結をされている長編成の客車列車だった今通過していくところでした。だいぶ早いうちから踏切が閉まるので、逆に言うとこれによって道が狭められるということは多いし、列車との追いかけっこをするときにはギリギリのタイミングでは踏切が思ったよりも早く閉まってしまうということによって、その列車に置いていかれてしまうということがあるかもしれません。まだ現在はそれほど大した問題ではないのですが、これから先自分の乗る列車を撮影し、その後その列車に先行して、その先にあるカンチャナブリという駅まで向かわなければなりません。つまりあれですよね、乗る列車と同時のところから列車を随分この車で追い抜いて先まで進まなければいけないということですから、みんなの心配もひとしおです。現在はとりあえずその列車よりも先行していますから心配することはないのですが、それでもこの車はかなり快調に飛ばしています。100キロほど出しているようです。後ろの荷台のところは開きっぱなしです。しかしそれでもこの車はそれほど速くはないそうで、あの車は今別のタイプ の荷台付きの車ですけれど追い抜かれてしまいました。制限速度というのも一応確かあったのかな。でもそれほどはどうもみんな気にしていないそうです。もし急いでいる場合は急いでいますと言えば、そしたら先の方へ行ってくれる、もっとスピードを出して飛ばしてくれるんじゃないですかと言ったら、確かに飛ばしてくれるんだけど、タイ人にそれを言うと一体どれだけ急ぐかわからないから急いでほしいなんて言わない方がいいんだよと、そういう風に教わりました。途中道が間違うというアクシデントもありました。ちょっと道が間違ってるようなんて言ってましたが、特に心配することはありませんでした。ところで今実はちょっと急いでいます。なぜかというと、さっき踏切のところで通過していったあの列車、さっきの踏切の列車をこれでもう一度追い抜いて先に到着をすることができれば写真を1枚多く撮れるというわけです。今回は鉄道撮影の旅ですから、シャッターチャンスは1回でも多い方がよろしい。なお今ホテルのその目的の敷地のところへ入っていますが、随分このように煙が巻き上がっていて、それが荷台の中にこのように巻き込んできます。 JR 北海道の真冬の特急列車などを乗ると、一番後ろの車両が雪まみれになっているということがありますが、自分が巻き上げたものが自分の車体の一番後ろにくっつくということがどういうことであるかよくわかります。その普通列車、旧型客車の運転による普通列車はさっき追い抜いたものを、もしかしたらもうギリギリやってきてしまうかもしれないということで、みんな揃ってホテルの中で、まあホテルといってもね、ほとんど公園みたいな環境なんですけれど、猛ダッシュ、ギリギリ急いだところで、ちょうど本当にギリギリ間に合いました。なかなか素晴らしいところ。この前の動画をご覧になっている方はわかると思いますが、ギリギリの崖のようなところに頑張って足場を組んで走っていたあの区間です。ちょうど今列車が動き始めました。速度は10キロほど、制限5キロだったかな。彼方からディーゼルエンジンの音が聞こえてきます。岩壁を這うように走る列車、編成が長いので大変見応えがあります。走るってことで、これで僕はこっちから撮ろうかな。先回りするか、するか、しますか。よし、みんなちょうど撮影ポイントにたどり着いたばかりなので、どこで撮影すればよいのか決めかねていました。日本とは違ってね、もう全然外国だし、なかなかここまで素晴らしい場所で撮影する機会というのがあまりないからです。あ、そっちか芝生の上もまあそんなに走ってまずそうではなかったので通りましたが、ともかく列車のスピードが5キロですから、自分の力で走ってしまえば列車よりも早く移動することができるわけです。随分離れたところから撮るといいよと、なんかそんな情報をいただきましたので、みんな揃って一生懸命頑張るぞということで走っていったわけですが、これいいですよね、登って行った方がいいな。カナタにちょうどドイツからやってきた撮り鉄のお兄さんを見つけましたので、あ、これはいいぞと思ってね、その方のところまで行ってしまうことにしました。ちょうど今三脚を構えている人がいますよね。ドイツの ETA はとても素晴らしいですねと、そんな挨拶だけしておきました。向こうは静止画だったようなので、私と違って動画ではないから、あまり音の心配をする必要はありませんでした。鉄道写真の素晴らしい撮影ポイントというのは、その価値基準は世界どうも共通のようです。
ありがとう。先客がいたおかげで素晴らしい撮影ポイントを見つけることができました。あんま変わらない。あ、まあまあでも短いとは思いますけど、長いんで。あ、そんなにすごい短いと思わない方がいいんですね。あ、まあ大丈夫です。僕はまだ。撮影が終わった後は一緒にしますよね。みんなでとりあえず小休止。目的の特別列車12系、14系、24系がやってくるまで。みんなそれぞれ、私はチャーハンのようなものを頼みましたけど、僕も辛いのがとにかく好きなものを食べます。私の服にこんなものがついていました。これはおそらくダニの類だと思われます。マダニっていうのね、前にニュースでやってて多分皆さんも多くご存知じゃないかと思うんですが、これに吸血をされますと怪しいなんかバイキンをあのこう入れられたりとかすることがありますので、なかなか怖いことです。でも間に合いそうですね。さてこの後14件客車などの撮影もしたのですが、これにつきましてはこの動画の一番最後でまたご覧になりたいと思います。あ、もう放送された。せっかくだからね、お楽しみは最後というわけですけど、すいません、もし嫌だったら後の方まで飛ばしてみてください。で、その14系など自分たちの列車が先に進んでいきましたので、これからいよいよ追い抜かなければなりません。しかし間に合うかどうかちょっと微妙になってきました。というのは思っていた道よりも運転手さんがどうも遠回りをするようなのです。こっちから行けばもっと早いのに、一旦元の方へ戻ってからまたぐるっと回り込むのか、そんな話をしておりまして、間違ってるよと運転手さんに言ったところで、やはりあちらも正しく伝えられるかどうかというのが分かりません。こういうのがね、海外旅行のちょっと不便というか、まあ、逆に楽しみでもあるのかもしれませんが、うまく伝えられないぐらいであれば遠回りでもまあ間に合うとは多分思えるんだけど、という道で行った方がいいわけです。あら、あ、譲るのか。おい、え、寄ってる暇ないよ、どこにも。どこにも寄ってる暇ないよ。運転手さんがなぜか唐突に止まってしまい、ああまあまあそんぐらいは一度ははぁと思ったわけですが、これは実はタクシーでして、私たちはタクシーの貸し切りをしているんですが、しかし貸し切りのタクシーなのにまだ空席があるからということで、ちょうど道で手を挙げた人を乗せてしまいました。まあそういうもんなんですね。これは貸し切りとは言わないのではないかと思いますが、態度の感覚は日本とは異なるわけです。一人女性を乗せてしまいましたが、しかしもうすでに列車の時間にはギリギリです。運転手さんは列車の時間ギリギリであることは知りません。だからとにかくスピードは出すようになりましたから、他の車よりもちょっと遅めに走っているようにもまた思われます。このさっき途中で乗ってきたあの女の人をもし先にどこかで降ろすとしたら、そしてもしそのために少し寄り道をするとしたら、もう列車の時間には間に合わないかもしれません。本当にかなりギリギリのところです。列車がそのこれから向かうカンチャナブリ駅に一体何時にやってくるかもよくわからないわけです。まあ大体このぐらいの時間で来るだろうということは分かっているのですが、それももしかしたら遅れるかもしれないし、まあ遅れるんだったらばいいんだけれど、時間通り来た場合はかなりもう際どいぞ、そんなところまで来ています。結局スピードがさっき一瞬だけ上がったと思いましたが、次にまた後ろからやってきているトラック、どうもこれがこの車を追い抜いてしまうそうです。この車も別にバスとかそういったものではありませんから、スピードを出そうと思えば出すことはできるのですが、運転手さんがそれほど急いでいません。で、さっきも言ったように急いでくださいというと、どれだけ急ぐか分からずかえって危ないということで、急がないということにしているようです。ただしこれでもしも間に合わなかった場合、その自分たちのチャーターした特別列車でもうバンコクへ帰ることはできませんが、まあ、しかし他にも方法の手で一応帰ることができないわけではありません。だからああ残念と言ってみんな別の代替手段によって、タイの中心まで帰るということになります。間に合ってくれなければちょっとこれは悲しすぎる。まだあの14系24系の寝台車の B 寝台のところでは寝ていないのです。やっぱり今回の目的にはそれもありますから、できたらそうしたいなと思っているわけです。でも車もやはり相当のスピードでして、100キロ110キロそれぐらいは確か出していたんじゃないかな。よく考えればね、こんな設備で110キロちょっと何かにぶつかればもう全員ごっちゃごちゃになって全て一塊になってしまうような、大変なスピードです。これが普通にタイの中であちこち往来しているというのは確かに東南アジアっぽくて、そしてまた適当で間に合うかどうかわからないけれど、列車もまた時間通りにやってくるかどうかわからないというのも東南アジアらしくて、まあ、良くも悪くもその雰囲気を十二分に満喫することはできました。他の車がずんずんこの車を追い抜いていきますが、この車はやはりそれほどは急ぎません。途中また何か物売りの人がいました。信号待ちのところで物を売ると、そんなこともあるんですね。さすがにこの人はこの車には乗ってきたりとかそんなことはしませんでした。まあそういうものはなかったんでしょう。じゃあこれを、さてもうすぐ線上にかける橋があるよと、そして今線路を越えました。これもう大丈夫ってことですね。
線上にかける橋は環状ブレーキのすぐ近くにありまして、そしてまたその手前の踏切がもし列車の通過よりも大幅に早く閉まってしまったらもう絶対に間に合わないということになってしまったんですが、今あそこで踏切を無事に越えたということによっておそらくほぼ確実に間に合うだろうと安堵のため息をみんな漏らしているところです。みんなの表情も読みました。私は楽観主義でなんだかんだ間に合うんじゃないかとかそんなこと思ってて実際間に合ったわけですけど、道を Google マップとかそういうものを駆使してそろそろ間に合うだろうかどうだろうかずっと調べていただいた皆さん本当にありがとうございます。そして今回素晴らしいチャーター計画によって思い出深い 14K 客車たちの撮影をすることができたことも大変に嬉しく思います。さっき途中から乗ってきた人は座席をちょっと移動してそしてまたこの車に乗って他のところへ行くようですが、ともかくやってきました。これが 14K 客車特別編成。途中でちょっと待つ途中でというかね、結局入線するまでまだまだ時間があったんですよね。どうも思ったよりも随分遅れていたようでした。まあ仕方がありません。